クイーンズブラッドの神髄を見せてやろう。やっと骨のありそうな奴が来た。俺はさすらいのカマル、つわものを求めて世界を旅するバウターの。山を越え、川を渡り、草原をさすらい、大自然と触れ合う中で、俺はクイーンズブラッドの神髄を見た。それをお前に披露してやる。さあ、準備はいいか。私はただ皆で遊べるものを作りたくて。なんだ、まただ今の声、本当になのか。いや、ありえない。ただのカードゲームだったはずだ。Ugh!
今すぐクイーンズブラッドを。どうした？カードバウトにのめり込みすぎるあまり剣客でも見たか、亡霊でも見たような顔をしているぞ。そういえばクイーンズブラッドの生みの親である歴史学者のリドラルもカードを発売してすぐに奇妙な声が聞こえると言っていたらしい。その後人前から姿を消し自宅で孤独に死んだそうだ。このゲームに人生を狂わされた者は少なくない。それほど魅力的で奥深いというべきか。お前と戦って新たな真髄を見つけることができた。良い修行になった。感謝する。